小型ミサイル艦はポーランド海軍のの小型ミサイル艦,の艦級ポーランド海軍での正式名は660型小型ミサイル艦。なお正式ではないが、艦種はミサイルコルベットとされる場合もある。NATO コードネームは、現級である151型ミサイル艇と同じくザスニッツ。なお15、151型は、艦級名もザスニッツ級である。 本来はドイツ民主共和国国家人民、軍人民海軍に配備される予定であった151型ミサイル艇がドイツ再統一のために余剰化したことからポーランドが購入したものである。船体はドイツ民主共和国のボルガスト社で建造され、偽装はグダニスクの北造船所で行われた。三隻が建造され、ポーランド海軍の主力艦隊である第三艦船小艦隊の 第31ミサイル艦隊へ配備された。正式分類では小型ミサイル艦であるが攻撃的な方向兵装とミサイル兵装を持つため、設計上はミサイル砲艦に分類される。また、小型ミサイル艦とは言っても同じ分類法を用いたソビエト連邦海軍の小型ミサイル艦よりはずっと小型であり、実質的には同海軍の大型ミサイル艇に匹敵する。 なお、660型小型ミサイル艦の収益に伴い、それまでポーランド海軍で運用されていた小型ミサイル艦は順次退役している。主戦隊は、構成、上部構造物はアルミニウム合金製である。購入時、エンジンは未搭載であったが、原型艇と同様、ソビエト連邦式の M520 ディーゼルエンジンが搭載された。これは7機筒。 8列の星型エンジンであり、ソ連海軍の水中翼大型魚雷艇に用いられていた出力のある動力装置であったが、魚雷艇よりも重武装の小型ミサイル艦に搭載したため、ガスタービンエンジン搭載のソ連製の大型ミサイル艇より速力、航続距離ともに劣ることとなった。2001年7月31日には、 タレスグループによる戦闘システム更新の契約が行われ、NATO 基準のシステムへと更新された。東側ブロックの崩壊とその後のポーランド政府の政策により、オルカン級はソ連製のウラーン艦隊艦ミサイルを調達できなかった。2006年10月6日に新型の RBS-15M3 艦隊艦ミサイルの調達が決定し、2009年、 以降の改装により2012年をめどに更新中である。ありがとうございます。